皆さんこんにちは、中山雅史です。今日どこから皆さんにお届けしているかというと、ここヤマハスタジアムの VIP ルームです。 VIP です。まあ今日は誰もいませんね、当然ですけれども、明日の試合に備えて、グラウンドではね、いろんな人が、作業をしてくれています。明日万全のグラウンドをね、作ってくれている、雰囲気を作っているくれているという感じですね。まあそんなわけなんで、僕ここ一応チームに言って貸してもらってるということで、一人でカメラをセッティングしてここで撮ってるんで、またマスク外させてもらいます。よろしくお願いします。そしてまあシーズン始まりました、ついに試合も始まりました。ということで、コーチ業を最優先しながらも、僕自身が発信できること、いろんなことを皆さんに発信していければいいなと思っています。まず、J2 開幕しました。開幕戦ですね、 FC 琉球戦、アウェーに乗り込んで戦ったわけですけれども、結果は0対1。まあなかなか悔しい試合ではありました。僕自身も、見てて、本当に歯がゆい思いはありましたけれども、まあ、選手も悔しさを抱えて、次の明日のホーム開幕戦を迎えるような状態ではあるんですけれども、まあシュート公式記録20本ですか、20本打って1点も取れなかったというものは、まあ一つ問題かなとも思いますし、悔しさが残る試合ではあったなとは思うんですけれども、まず20本打てているということですよね。まあミドルシュートもあっただろうし、クロスからのシュートもあっただろうし、ドリブルシュートもあった、切り込んでのシュート、ワンツーから抜け出してのシュート、いろいろなパターンがあったと思うんですけれども、それだけのパターンを、試合の中で見せることができた、表現することができたっていうことは一つ評価できるのかなと。まあ当然シュート20本打ちながら1点も取れなかったというところの決定力、まあそこはまあ個人のスキルにもよるんですけれども、そこは高めていかなければいけないし、打つ時にどれだけ落ち着いていられるのか、コースを見ていられるのか、ボールをしっかりと捉えていられるのかっていうところがゴールに結びついていくんだろうなとも思っています。そういった意味で、まあ普段の練習の中からしっかりとしたボールコントロールですね、どこにボールを置くのか、そういうことがゴールにこうつながっていくのかなということも強く僕自身も感じていますから、そこをアプローチしていければなとは思っています。まあこれだけ攻めていながらっていうことは、シュート20本もう打ててるんですよね。それだけ前向きにゴールに向かえている、向かえていたということも言えるんで、その部分はより向かえていけるように、チームをこう持っていければいいと思いますし、あとまあゴールに対する落ち着きですよね、そして正確性ですよね、そういうものを高めていければいいのかなと思っています。そしてまあ 0-1 ですから、1点取られて負けてるわけですよね。その1点、それが前半立ち上がりすぐだったわけですよね。まあそういったところでより、見ていた中では、その相手に対してもっと寄せられなかったのかなと。そのいろんな場面あるんですけれども、切り取っていくと、まだ体がちょっと離れていたんじゃないか、アプローチをもう1メートル2メートルそこまで寄せていたらっていう、まあたらればにはなってしまうんですけれども、そのたらればをなくしていくための努力をこれからしていかなければいけないんじゃないかなと思います。まあサイドからクロスが上がった、そこにもうちょっと詰められていれれば、そして上がったところに対してシュートを打った人間に対してもうちょっと寄せられていれば、そういうことがありますから、その部分をもっともっとこだわっていかなければいけないなと思っていますし、それはその局面だけ切り取るわけではなく、そこに至る状態、そこの前段階の時点でチームとしてもっとやれることがあったんじゃないかと。もう個人が何をしなければいけないかっていうのは、その個人がしっかり考えていると思います。ただチームとして、じゃあそこをどうそういう場面を作らせないようにするべきなのかっていうところを考えながら、アプローチする場所、あるいは距離、間合い、いろんなことがあります。そしてポジショニング、スライドの速さ、そういうものをより精度を高め、スピードを上げて対処していくべきだなという反省点をもとに、練習でしっかりとそういうことができるようにしていければいいのかなと思っています。まあ初戦ね、非常に大事な試合なんですよ。まあ長いシーズン何試合も
まだ残りたくさんあるとはいえ、1戦目この開幕戦を落とすというのは非常に厳しいですけれども、もう落としてしまったことを変えることはできませんから、その先ですよね。次ホーム開幕戦ありますから、そこから自分たちの戦い方をしっかりと確立していくものにしていかなければいけないのかなと思いますし、まあ是が非でもやはりここは勝ちで終わりたい、そういう気持ちを持ってグラウンドに立って勝負していければいいなと思っています。まあいろんな人がね、明日の試合に備えていろんな準備をしてくれています。これだけの人がね、皆さんこう準備しているということをね、しっかり胸に秘め、選手たちはこのグラウンドに立ってもらいたいなと思っています。そして第一戦落としてます、ホームの開幕戦です。是が非でも勝ち点3、勝利を奪い取りたいと思います。ここに来れる人、来れない人、いろんな人の思いをしっかりと胸に秘め、体にまとい、選手たちはこのピッチへ躍動してくれることを祈ってますし、躍動してくれるはずなんです。でなければ勝利はつかめません。皆さんと素晴らしい試合を望みますし、素晴らしい結果を望みたいと思います。いや、勝ち取るんです。